尾道市は、広島県南東部にある市市街地と尾道水道。奥に見える2本のしゃばり橋は、手前が、西瀬戸自動車道の新尾道大橋で、奥が、国道317号の尾道大橋。尾道水道より眺める、市街地山陽地方の中南部、岡山市と広島市のほぼ中間に位置している。瀬戸内海に面し、 古くから海運による物流の集散地として繁栄していた。明治時代に山陽鉄道が開通して鉄道と海運の接点になったことで広島県東部で最大の人口を抱える都市となるが、1960年代半ばには福山市に中心地の座を明け渡した。ただし、現在も貧乏都市圏の有力都市の一つとなっている。 1999年5月の瀬戸内、島並海道開通によって、四国の今治市と陸路で結ばれ、物流面での利便性が高まり、2015年3月には、中国横断自動車道が、全線開通し、瀬戸内の十字路と呼ばれることもある。坂の町、文学の町、映画の町として知られる。文学では、林文美子、 志賀直哉などが今日構え、尾道を舞台とした作品を発表した。映画では、小津安二郎監督の東京物語が尾道で撮影され、大林信彦監督の転校生、時をかける少女、サビシンボは、尾道三部作として、若い世代に尾道を有名にした。他の自治体が、ロケ地観光の目的地になることを見込んで、戦略的に、 ロケ地の誘致に力を入れたのに対し、尾道は20世紀半ばから制作者の主体的判断による映画ロケが相次ぎ全国に先駆けてロケ地観光の目的地になった点が異なる。2000年代以降にはアニメの舞台にもよく使われアニメファンから五大聖地の一つと呼ばれるようになった。テレビ番組やテレビドラマ、CM、ミュージックビデオ、グラビア、 写真集などの撮影に使われることも多い。また、二大五世として知られる、本因坊周作の出身地である因の島は、囲碁の島として有名であり、公園にも、石製の語番がある。2009年から9年連続で、観光客数過去最高を記録し、2017年には、観光客数が680万人と、2006年の、 合併により現在の地域となって、以降で最多を記録している。2008年から2017年までで、約25%の上昇となった。その要因について、尾道市観光課では2015年の中国山並海道の全線開通や、尾道水道の日本遺産認定、2016年の芸与諸島村上海賊、2018年の 北前船と自治体最多の日本遺産認定、島並海道サイクリングロードの認知度向上メディア露出によるプロモーション効果を主原因と分析している。2015年度には海外向けのプロモーションなど、情報発信効果もあって、外国人観光客数も最多の214,045人を記録している。山間地域から沿岸地域、多くの島により、 地域性豊かな農産物が多く栽培されている。わけぎ、いちレモン、ネーブルオレンジは全国一位の生産量を誇り、桃、ぶどう、発作デコポン、みかん、串ガキスイカ、はたばこ、きぬさやエンドウなどの生産は県内一位である。山肌に住宅が密集する、先行地震動しない中心部はおおむね東西の国道2号。 南北の国道184号及び長江通りと栗原本通りに沿って形成されている。尾道駅東側は国道2号に並行して古くからの商店などが立ち並んでいる。この地域は北側の山と南側の海に挟まれているため平地が少なく山肌に住宅や神社仏閣が密集している。このため道路も境外で傾斜するものが多く、 坂の町と言われるゆえんとなっている。このような独特の景観から映画のロケ地として多く使われている。尾道駅西側も平地が少なく山手まで住宅が密集しているが、高層マンションもあり、山頂を切り崩してバイパスに直結したニュータウンが整備されるなど、いわゆる尾道的な景観からは外れている。 信尾の道駅北方の峠を越えると徐々に山合いに、田園風景の広がる、農村地帯に入り、海に近い市内中心部とは大きく、趣きが異なる。市内東部、三場町の造船所を越えた東側からは、干拓により作られた平地で、福山市、三原市とほぼ等距離の位置にあり、両市を結ぶ、国道二号バイパスを通じて、山陽自動車道や、瀬戸内、 島並海道とのアクセスが良いことから、沿岸には卸売、工業団地、倉庫が多く立地している。東尾道駅周辺には分譲マンション、賃貸アパートや小建て住宅、郊外型量販店等や都市公園などが立地している。都市化が進み隣接する福山市、松永地区とは連続的な街並みを形成しており、市内中心部とは、 町並みが大きく異なっている。東部は、旧、ビンゴ福山半領の沼熊郡であったため、東側の松永湾を挟んだ対岸の沼熊、半島とも古くから、結びつきが強く、沼熊半島には、尾道市の飛び地が存在している。向島地区の中心部は北岸、すなわち、本土の市内中心部と尾道水道を挟んだ、対岸にあり、 本土の市内中心部とともに、尾道的な景観を演出している。平地の多くは沿田に由来するもので、造船所や工場団地、港湾施設、住宅などが密集しており、本土とフェリーが頻繁に連絡している。南岸は、高県山など山の斜面が海にまで達しているため、平地は少なく、都市化も進んでいない。尾道市で、 海水浴場があるのも島の南岸である。因の島地区は西南部のハブ港を中心とし、そこから国道317号を幹線として西北部へ向けて市街地が広がっている。茂い、山椒、中椒といった地区にもまとまった住宅地がある。東部は海岸沿いに崖が連続する地形で合間にある平坦地にいくつかの集落が点在している。 育地島地区は、西北部の瀬戸田地区が中心部であり、瀬戸田港から高蔵寺へ抜ける道沿いに商店街が形成されている。そこから北側の沿岸沿いに商業施設や工場などが並び、育地橋へとつながっていく。南部沿岸は、のどかな農村地域となっている。小道水道の航空写真。東側に架けられた橋は、 尾道大橋。新尾道大橋はまだ建設されていない。人口は、市内ほぼ全域で減少しているが、市内東部の東尾道地区は、福山市に近くベッドタウン化しており、マンションや商店が増加傾向にある。2010年12月28日時点の、住民基本台帳において、当初部の住民比率は43.2%である。 1929年、小道都市計画区域図1169年、小道村が、ビンゴ大田省の暮らし基地として指定され、発展の基礎となる。江戸時代には、現在の地域の北西部が、広島半領、東部が、ビンゴ福山半領であった。領地の境に建てられたビンゴ福山藩番所傍地番所跡や、方角を示す、石碑等が現存している。 明治時代の廃藩地検事には、当初広島県庁舎として使用していた、広島城に賃貸を設置することとなったため、伊達総工御ムが、県庁舎をの道に移転し、広島県を三木県に改称する計画を提案した。しかし、前島ひそか、大倉召喚僚が県として手狭になることや、むやみに移転することを、嫌がり、結局新県庁舎の場所が、 広島市内で落ち着いたため実現しなかった。現職市長、歴代市長、歴代市長、尾道警察署、福山市とともに、ビンゴ都市圏を所管するため、一部の県庁所在地よりも、国の出先機関が多い。養木,木会派、厚生養木会派、厚生養木会派、厚生このほか瀬戸内の小京都、尾道として、全国京都会議に加盟している。 友好交流都市尾道地区は戦火を免れたため、西の小京都と呼ばれるほど多くの大小の寺が今もなお点在している。当初部は海や植物等の自然に関するレジャー施設が点在する。神社仏閣仙工寺山から西国寺山山福にかけて多数ある古寺、古寺巡りコースという市内中心部の神を散策するための石畳で舗装された道があり、 沿道に以下の神社仏閣がある。これらのうち、自公寺、天寧寺、仙光寺、大仙寺、西国寺、浄土寺、海流寺は、尾道七仏巡りを構成している。古寺巡りコース沿道以外には以下の神社仏閣がある。公園、庭園美術館、資料館展望台仙光寺山展望台からの後継史跡。 建築温泉海水浴場その他対岸から見た実物大戦艦大和オープンセット文学の小道に配置された林文子の区域このほか男たちの山と山と撮影用に日立造船向島西工場跡地に作られた実物大戦艦大和オープンセットが2006年5月まで一般公開されており人気を集めていたこのオープンセットは解体後 その一部や衝動ぐるいが、呉市開寺歴史科学館に寄贈されている。グルメ農産物、農産加工品水産物、水産加工品伝統工芸品その他旧来より、北前船が寄港するなど、港町、商都として栄えた。戦前までは、広島市に匹敵するほどの経済力を持っていたと、言われ、リソナ銀行、三井物産など、多数の銀行の本店や、 企業の視点なども存在していた。また、水運に恵まれている立地から、古くから尾道、向島、因島に造船所が存在し、ショートのみならず、工業都市の一面も持っており、特に因島は、造船迎記で栄えていた。近年は造船業の車用化により水体の位置を、たどりつつも、瀬戸内の十字路として、交通条件の良さを利用し、 工業団地の造成により、他産業の誘致を進めている。商店街主な商業施設を道みち服や、金融機関現在の主な産業としては、下記のものが挙げられる。おのみち市内に本社を置く会社主な工場、事業所おのみち市内に、事業所があるものを記載する。テレビ局ラジオ局新聞社その他産業本線、おのみち駅産業新幹線新おのみち駅。 市営線工事山ロープウェイ新尾道駅は、市街地から離れているため、関西方面から、山陽新幹線で、尾道駅周辺の市中心部にアクセスする場合、のぞみや、光レールスターなどが停車する福山駅で、在来線に乗り換えて、尾道駅に向かうルートが、本数も多く、所要時間も短い。1964年までは、尾道駅から石谷税駅、 1957年までは、さらに、三木郡三木町の市駅までを結ぶ小道鉄道と、呼ばれる施設も運行されていた。市内バス高速バス停留所は主なものを示す。自治体バス高速道路山陽自動車道と、小道自動車道は、小道 JCT で接続しているが、両自動車道と、西瀬戸自動車道は、 尾道市内で直接は接続していないため、尾道インターチェンジ西瀬戸尾道インターチェンジ間で一般道を走るか、尾道インターチェンジより一つ岡山よりの福山西、インターチェンジと西瀬戸尾道インターチェンジで相互に接続する国道2号のバイパスを使って接続する形となる。一般国道主な県道主な橋梁尾の大橋と並走する。 新小野道大橋道の駅パーキングエリア旅客、貨物港湾漁港会の駅航路小野道水道の都線向こう島駅都線乗り場の島は愛媛県上島町地域の交通の中心であり、この地域からの定期船は主にの島に航行している。ホール図書館小野道市立中央図書館三木子供図書館、すくすくスポーツ、公園映画館、映画の街として知られ。 1960年代から1970年代にかけて10巻ほどの映画館があった。2001年10月に、小野道小畜が閉館して、映画館がなくなったが、2008年10月に、シネマ小野道が開館した。美術館、博物館、資料館、小野道市立美術館小学校私立中学校私立2010年4月、因島南部にある、タグマ、ハブ、 三小中学校を統廃合し、因島高等学校休校舎跡地に、因島南中学校が開校した。因島市との合併後は、羽生幼稚園と統合地区の小学校を含めた、公立では、非常に珍しい幼小中一貫校である、因南学園を設置する方針もあったが、実現しなかった。なお、因島北部にある、因北中学校は、 これが正式名称であり、因の島北中学校の略称ではない。私立高等学校県立私立、私立大学専門学校その他東廃合を呼び、廃止された教育機関、林文子や志賀直也をはじめとする文学人や、尾道三部作、新、尾道三部作で知られる、大林信彦監督に代表されるように、尾道を舞台とした。 文芸作品は数多く存在し、尾道は、文学の町、映画の町とも称される。林文子や志賀直也のほか、歌人の中村健吉も尾道に住んだことがあり、仙光寺山和山道はこれら尾道に、ゆかりのある文学人の区碑が配置され、文学の小道を称している。近年では、アニメも、尾道を舞台としたり、テレビ番組や、テレビドラマ、 CM などでもよく登場する。大林信彦監督作品このほヤマト運輸や、コカ・コーラなどの CM も撮影されている。旧、因島市名誉市民と、旧、瀬戸田町名誉町民はそのまま、尾道市名誉市民として引き継がれている。旧、因島市名誉市民旧、瀬戸田町名誉町民市外局番は、因島、瀬戸田地域が0845。 その他が0848となっている。なお、0848、084は、同一区域扱いとなる。旧市街局番が0848なのだった三木地域は2005年1月、旧市街局番が08452だった因島、瀬戸田地域は2005年2月に変更。小野道市内の郵便物の周廃は、以下の郵便局が行っている。公式観光その他。 ありがとうございます。